ちは、ローカルニュースの時間です。新玉祭りの開催が近づいてまいりました。イベントに際し、ナイトシティは美しい数階建ての山車のパレードで彩られることになります。祭りの当日は、琵琶の名人による演奏や日本の伝統芸能である能も特設シアターにて披露される予定となっています。この新玉祭りの主催者は荒坂社ですが、なんと花子荒坂氏もこのパレードに参加することが公式発表され、大きな盛り上がりを見せています。 WNS ニュース一同、祭りの成功を心より願っています。皆さんも楽しんでくださいね。 CM の後は、サイバーサイコシスは果たして現実なのか、お楽しみに。こんにちは、 N54 ニュースのジリアン・ジョーダンです。ローカルニュースから、3年連続でナイトシティ市民の選ぶ働きたい企業ナンバーワンにミリテク社が選ばれました。受賞の決め手となったのは、同社が従業員に提供する充実した福利厚生。従業員は年に5日の有給休暇をはじめ、精神刺激薬の無制限供与、インプラント購入時の補助などを受けられます。さらに驚くべきことに、ミリテク社従業員の 34% には退職金パッケージまで約束されているとか。次です。 NCPD の権限が大幅に拡大されることになりました。警察は今日から起訴状の有無にかかわらず、容疑者を最長1年にわたって拘留できるようになります。 NCPD に関する変更はこれだけではありません。獅子に向けた発砲は威嚇射撃とみなすという新しい規範も定められ、警官たちは勝利に沸いています。ナイトシティ市政における予算削減の一環として、サイバネティックテクノロジー局の廃止が正式に決定しました。これまでインプラントの認可を担っていた同局は、来週火曜その役目を終えることになります。今後のインプラント認可は、インプラント製造会社が各社で取り決めたそれぞれの独自基準にのっとって行うこととなります。以上、この時間の N54 ニュースをお届けしました。それではまた。